こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、派遣の品格第8話、最終話、いきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。14分ぐらいのところですよね。はい。大泉さんの一人台詞。すごく良かったですね。そうですね。まあ、前編を通してですよね、多分大泉さん、その振れ幅がやっぱすごい、ね、コメディと、あとね、本心を吐露するようなところの、この振れ幅が非常にこう大きくて、すごく引き込まれますね。そうですね、面白いですね。シリアスに言っといて、最後、誰もいない、いねえのかよっていう ね、面白いですね。何箇所か、なんかこう、絶対にこう、突っ込んでるよね。いろんな面白い感じでね。いや、面白いね。で、次が、22分ぐらいのところですかね。篠原涼子さんの、セリフなんですけど、なんていうのかな、ちょっと本心というか、核になるようなところから出てる、セリフを伝えていたと思いました。ここは良かったですね。そうですね、一人台詞で無駄の話をするところですよね。まあ、無駄って言ってるけど、実はそれが、まあ、ひっくり返って無駄じゃないんじゃないかっていう、それが実はね、大切なところなんじゃないかっていう、まあ、このドラマの核のある部分、芯になるようなところですよね。はい。次が、まあ、ここもやっぱ37分の大泉さんのセリフ、よかったなと思いましたね。最高の仕事仲間だっていうところですよね。いや、なんだろうな、こういうところなんかこう、スッと入ってくるしね、見てる方も。人柄なのか、ね、いいところで喋るし、すごいいいと思いましたね。そうですね、大泉さん、見てるとやっぱ安心感あるというか、やっぱ引き込まれますよね。思いましたね。そうですね。なんかでもな、そこまでその、なんだろう、ベテランの人がそんなに多数出てないんですよね。そうですね。伊藤伊四藤郎博さんと士ぐらいかぐらいですかね。ね。なんかわりかしそう、若い方というか、若い方って言ってもね、僕らよりちょっと多分ね、上なんですけど、でもなんかすごく面白かったなと思いましたね。そうです。まあ、8話で最終話っていうことで、多分またこれもコロナの影響を、ね、ちょうど放送の時期とか、左遷時期で当たっちゃってるってことなんだとは思いますよね。ちょっと多分、もともと想定よりはちょっと短い感じだったんだと思うので、なかなかね、やっぱ影響はあったのかなというふうなところですよね。でも最後の篠原さんが演歌歌手として帰ってくるとか、ね、遊びのシーンというか、遊び心あふれるシーンというか、大団円のところなんかは、なんかちょっとほっこりするようなところもあって、ね、面白かったですよね。そして、篠原涼子さんがいろんなことをしたね。そうですね、まあなしね。まあ、ね、かなりすごいね、いろんなことができる、なんかスペックじゃないけど、ね、幅の広い、すごかったんじゃないかなと思そう、いまね、すカね。レー作るし、アジフライあげるし。ね、ダンスも踊るし、そうそう、フラメンコやってまし歌たもね。歌うし、すごかったなと思いましたね。そう。あとなんか、あれですかね、社会自体が結構、変わったというか、受け止め方が結構変わってるかなっていう、その派遣と正社員とか、働き方、定時で帰るとか、っていうところも、社会の受け取り方自体が結構変わってきてるかなっていうのはありますよね。なんかね、その定時で帰るっていうのも結構、割かし普通になってきたというか、ね、ね。昔よりね。そう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 。っていうところも結構あったのかなっていうところですよね。残業当たり前みたいなとこからだからね。そうですよね。なんかね、まあ、あれですよね、なんかちょっとずつだけど、社会も変わってきてるんだなっていうのが、本当だね、よね。そうそう、なんかドラマってこの社会を映す鏡だっ
って言われるとも思うんですけど、なんかね、そういうところも見えてくるような作品だったかなと思いますよね。うん、はい。というわけで、派遣の品格第8話、最終話でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。